ナミを航海士に迎えたルフィは本格的にグランドラインを目指すべくオレンジの街を後にした。航海の途上、新たな船と仲間を求めてルフィたちはシロップ村に上陸。そこで村のウソップは村一番の大ボラ吹きで村人をいつも騒がせていたが、両親を亡くした病弱な少女、意気投合したルフィとウソップが村外れの海岸で話していると、偶然カヤ執事クラハドールの正体は元海賊であり、カヤの両親が彼女に残した。それで計画の準備はできているんだろうな。えらいことだ、えらいこと聞いちまった。あの執事はキャプテンクロー、カヤの財産をずっと狙ってやがったんだ。夜明けとともに村を襲え、村の民家も適度に襲い、あくまで事故を装い、カヤお嬢様を殺すんだ。聞いた通りだ、ウソップ君。君が何を聞こうとも私の計画に影響はない。クソクソ。みんな大変だ、海賊が攻めてくるぞ。またか、あのホラ吹き坊主。今日という今日は許さんぞ。師匠、信じてくれよ。本当にみんな殺されちまうんだ。とっ捕まえろ。くそくそ。俺は嘘つきだからよ、鼻から信じてもらえるわけなかったんだ。でも事実は事実、海賊は本当に来ちゃうんでしょ。間違いなくやってくる。でもみんなは嘘だと思ってる。明日もいつも通り平和な一日が来ると思ってる。だから俺はこの海岸で海賊どもを迎え撃ち、この一件を嘘にする。それが嘘つきとして俺の通すべき筋ってもんだ。こんなわけもわからねえうちにみんなを殺されてたまるかよ。とんだお人よしだぜ。よし、俺たちも加勢する。言っとくけど宝は全部あたしのものよ。ね、俺の名はキャプテンウソップ。死にたくなきゃさっさと引き返せ。あんなガキは踏みつぶして村へ進め。よっよっ、奴は北から攻めてきたみてえだな。村には誰一人いませねえぞ。だったらあっちだな。なんで見つかったんだ。お前仕方ねえ。やつら。
準備は万端だ。あとは奴らを誘い込めば。おーい、野郎ども、こっちが村への近道みてえだぞ。党に予定の時間を。キャプテン、なかなか計画が進まねえ。なんだこの図。もう少し待ってやる。てめえら一人残らず俺の手で。やろうども、村へ急げ。このままじゃキャプテンクロに殺されちまう。
じゃいられねえ。別の道にもバリケードを作らねえと。村に入れねえはずだ。こいつを壊しゃいいんだな。ほらよっと。またバリケードかよ。おい、さっさと工作隊を呼べ。海賊団だな。お前がキャプテンで。面白い器だよ。お前侮辱されたもんだ。その構え、シャクシ。キャプテン。無駄だ。これは抜き足だ。出てこい。お前はな。成功させるしか俺たちが助かる道はねえ。よっよっ、
倒してくれ。俺は村を守りに行く。ここを離れるが問題ねえよな。守れる。頼んだぞ。
とは任せる。罠を仕掛け終わったぞ。あとは俺が男になって苦労。こっちに来やがる。面白いこと言いやがる。今だ。小賢しい。やったぞ。まあ、そっかなわなくったって、お前らを通すわけにはいかねえ。村ではいつも通りの一歩。俺は言うか。どいつもこいつも黙って切られてりゃいいもの。お前みたいな男には絶対に俺はならねえ。ならないんじゃねえ、なれねえんだ、てめえごときにはな。苦しくあがいてみようじゃねえか。ゴムゴムの。よそ者のお前がなぜこの村のことに首を突っ込む。死なせたくない男がこの村にいるからだ。俺は疲れたのさ。海賊として名を挙げることにな。ゴムゴムの。海で名を挙げることが怖くて海賊がやれるか。黙って切られてりゃいいものを。させるか。くそ、離れる貴様。これでお前の3年の計画も完全に失敗だ。なんだと。このゴムの。俺の計画は絶対にこの穴。名前を捨てて海から逃げるような海賊に俺が負けるか。俺はモンキー・ディ・ルフィ、海賊王になる男だ。海賊クロを倒したルフィたちは村を救ったお礼としてカヤから船を送られた。へえ。キャラベル、
号か。いい船だな。悪いな。おう。お前ら見てたらよ、やっと剣心がついた。俺はこの村を出て本物の海賊になるんだ。元気でな。またどっかで会おう。なんで？あ、なんでって、愛想のねえ野郎だな。これから同じ海賊やるんだから、そのうち海で会ったり。何言ってんだよ。早く乗れよ。え？俺たちもう仲間だろ？キャプテンは俺だろうな！バカ言え！俺がキャプテンだ！